とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。二ついいものが出るまでやめられません。先日は結構早かったね。1時間40分ぐらいで終わったんだけども、今日はどうでしょうか。まあまあ、早く終わるよりも、めちゃくちゃいいやつが出てきてほしい。まあ、それが本音ですね。めちゃくちゃいいのが、出てほしいのよ。あれちょっと待って。えポーションが今使えなかった。いやそんなことないでしょ。 なぜかポーションボタンが効かなかったんだけども、まあまあ気のせいでしょう。おい倒しきれてない。まさか倒しきれないっていうことがあるとは。でもまあこれで終わりだね。こいつはねぴったりついてればまあ死ぬことはないんで。はい、ちょっとトラブル起きましたけども、いきましょう。何回目で出るかな。まずは一発目来い。しょぼいなしょぼいな、一発目しょぼいな。夜の棒いりません。超クロスダメ。バブルダメ。はい。一発目は全然ダメですね。ということで、やっていきます。頑張るぞ。おー、二回目でバブルバースターが出たけども、エンチャントはよろしくないね。はい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 。なるほど。昨日は、ものは、そこまで出ないけども、エンチャントはいいのが出るっていうやつだったのよ。今日は逆かな？エンチャントは良くないけども、物は出るっていう、そういうタイプかもしれませんね。バブルダメ。ブロードソード、これ使うのであれば、せめて黄金だな。怒りか。エンチャ自体は、まあ悪くはないかもな。まあまあ、もう少し回ってみましょう。惜しいなぁ。フロストサイス出ました。で、しかも、ダイナモと重力ついてる。いいんだよな、この二つは。でも、流れ込む魂がないんだよ。流れ込む魂がついててくれれば、よかったんだよな。ダイナモ付きのフロストサイス持ってないから、ちょっと欲しいんだけども。惜しい。惜しい、惜しい。まあまあ、この横の方も、まあ、ロールチャージやら、アーティファクトチャージついてるんで、まあ、いいんだけどもね。まあまあまあ、もうちょっと行きましょうか。惜しい。本当に惜しい。惜しい。惜しい。いか。惜しいよ。まあ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 、左ね。霊気と、稲妻フォーカス選べるよ。で、一番右、防護と、火炎フォーカス、シナジーついてる。最高。真ん中なんでクールダウンがつかなかった。これ真ん中クールダウン来たらマジでよかった。もう、まあまあ仕方ないね。惜しい。すっごい惜しい。バトルサグまあいらないわな。で、古代の弓、これも惜しい。バーストボーストリングと、まあ、同じ場所だけどね。アーティファクトチャージついてるんだ。今日いい気がする。いやー、イカ惜しいな、本当に惜しい。まあ、出てきてくれるかな、頼みます。これは採用するかちょっと悩むところなんだけど、トゥルースシーカーだね。ダイナモと流れ込む魂、クリティカルがついてます。まあ、これと同じような、不滅のナイフは持ってるのよ。でも、まあ、トゥルースシーカーの方が、攻撃的ではあるんだよね。あっちがま、補助武器としたら、こっちはもう攻撃武器で、悪くない。使い分けはできるね。これにするか。まあ、
とりあえずまだね、5回目なんだけども、1個、これ出たっていうことでカウントしたいと思います。トゥルースシーカーのダイナモ流れ込む魂クリティカルですね。使うかな？使うかわかんないけども。まあ、とりあえず、これにしときましょう。他は良くないもんね。良くないね。トゥルースシーカー、とりあえずゲット。微妙なやつが出たよ。微妙なやつが出た。まずこれ、黄金のピグリンアーマーだね。まあ、クールダウンついてるけども、右左そんなによろしくないね。まあまあ、防護はありだとしても、他がな、微妙です。ちょっと使っていきはしないかな。で、右、しだれたツタの弓。まあ、クールダウン編成はなってるんだけども、これね、弾数が少ないんだよね。このしだれ系は。なので、ちょっと使えないな。まあまあ、すごくエンチャントとしては、使っていけそうなやつなんだけども、まあ、今回はこれはなしでいきましょう。ちょっとこれは納得できないかな。フロストサイズ出たけども、エンチャントがダメだね。次。惜しいな。惜しいな。バーストボーストリング、ロールチャージ。クールダウンショットがない。で、武器にもダイナモはついてんのよ。今日やっぱりね、いい感じはするんだけども、若干、惜しいとこなんだよな。出てくれるかな。はい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 。わかってるよ。俺は影の衣に嫌われてるから、これにクールダウンがつくことはほぼないっていうことはわかってる。でも、悔しいな。欲しかったな。締め具か。まあ、エンチャントは普通だから、いらないかな。お、ちょっとこれ欲しかったやつが、出たんで、これに決めたいと思います。アーティファクトのダメージ 50% アップの防具に、ソウルフォーカスがついたやつが欲しかったのよ。ちょっとソウル系のね、検証をやりたくて、ちょうど欲しかったのが出た。で、シナジーと、ポーションバリアまでついてるので、かなり使いやすいと思うね。まあまあ、他は良くないけども。まあ、これ、いいんじゃないっすか。俺は今これ、すごく欲しかったので、ゲットします。二つ目よし。はい、ということで、戻ってきました。今日は若干時間がかかったね。2時間半ぐらいかかってます。まあ、途中でね、休憩も入れたりして、やっていきましたけども、やっぱり疲れる。なかなかきつかった。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。